ちはガクスカです。やっていきましょう。タイニーキン続きです。新しいステージにね、行くんですよね。じゃあここだね。ミドミがいるということはここだな。ちょっと待ってね、音声の設定をしますね。行こうかな。よし、行こう。こっちからさらに進んでいくっていう感じだったよな。うん、フォリアナコーチからさらに。いや、いつもね、花粉を12個ぐらい、20個ぐらい逃すんだよ。ミロデイン、そろそろ前に進まないといけないけど、もしよかったらもう行ったことのある場所に戻って探索を続けてもいいんだよ。バルネアへの道は下にある水没したトンネルの先にあるから、準備ができたら通ってみて。下にある水没したトンネルの先、下にある水没したトンネルの先とはどこでしょうか。水没したってことはここかな。水没したトンネルの先？まあ、今までのところ行っていいよって言ってるのは、つまりバブルをもうちょっと手に入れろっていう話だと思うんだよね。まあ、私はもう大丈夫だと思うんですが、触れる分のバブルは全部取ってるんで。水没したトンネルの先ってどこだ？下にあるって言ったね。そうね、下に居るって言われてももう、ここの下も違うでしょ。あ、いや、ここか、ここか。あれ、帰ってきた。リサールの作業場に来たよ、多分。出てきたじゃないか、繋がってるじゃないか。あー、でも廊下をもうちょっと探索してもいいよね。水没した。あれ？あ、これか。なんだい。え、なんで私気づかなかったんだこれ。なんで気づかなかった。この方向で始まったのかな。普通にあるじゃん。よーし、行くぞ。よいしょ。降りて降りて。あ、違う違う。よしよし。よし。行くぞ。下水道だな。水没したトンネルっていうか。やだな。臭そうだな。あー、これがバブルの話だな、きっと。やば。うん。はい。オッケー。プルルル。よし、登っていこう。こっからは新しいタイニーキンたちだよな、きっと。本当にこれでよかったかな。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。なるほど、わからんな。よし、ふんころがしたちのステージか、次。どうだろう、わからない。どんな犠牲を払ったとしても、仲間たちが安心して眠れる環境を維持しなければ、自分の魂を売ってでもね。すごく意地の悪いやり方だけどね。匿名でよかったよ。え？目的がなければ隠れるしかない。パーティーはお開きだ。とりあえず、今のところは大丈夫なはず。家に帰って休もう。なんか暗そうなステージだな。わー、トイレットペーパーがすごい。うわー、やだー、暗い。トイレ、トイレだ、思いっきり。
いろ、レイン様、ようこそ。私めは本転がしランドの市長でございます。部品を求めてバルネアにいらっしゃったと聞き及んでおります。今すぐ部品を捧げましょう。ふんふん。しかし私めは大変なミスを犯しまして、あなた様の助けが必要なのです。西洋市民がご近所さんでしてね、さあ壁の反対側に住んでいるんです。我らの気質はなんというか、私たちとは全然違うのです。ね、楽しみがいまいちわかんないんだよな。パーティーやどんちゃん騒ぎが好きで水をまき散らすんです。昨夜なんかは特にひどくて、私たちは一睡もできなかった上に床が水浸しになるところでした。ちょっと左下のあたり水浸しだね。どうしようもなくて、そのパーティーの妨害を命じたんです。平和な時間を取り戻すために。残念なことに、それ以来西洋市民たちは非協力的になってしまいました。私たちにうんざりして、復讐の報復のためになんと最優秀ハサミ賞まで持って行ってしまいました。最優秀ハサミ賞、ヒロデイン様、どうかお助けいただけないでしょうか。私めのミスを埋め合わせるために。が弱い感じなんだな、ふんころがしはみんな。ちょうどあそこに通気口がありまして、彼らのアトリウムにつながっています。助手のクロロックスが彼らと交渉中のはずです。そこに加わっていただけないでしょうか。うん、落ちしました。オッケー。ライドタイニーキンがメインですね。まずは上から行こう。あ、緑もいるぞ。よし、見る、緑ゲット。まだ足りんな。うん、とりあえずここら辺の花粉を集めて、ちょっと待ってね。すみませんね、何回も。すみませんね、ちょっとでも前回そんな悪くなかったと思うんだよね。 OK。 あっちに卵がある。下は、あ、一回降りちゃっていいかな。青色だ。水かな。眠そう。寝不足あなたも。あ、電気か、まさかの。あ、あ大丈夫大丈夫、感電。あ、嬉しそうな顔してる。青色が電気なんだ。勝手に黄色が電気とかだと思ってた。ちょっとはここに君主を送ってくださる気はないようで、まあそこまで必要かと言われるとそうでもないんですがね。盗むほど価値があるものはありません。見るものもやることもないですがね。この住処の暗がりは好きですよ。でもパーティーさなぎおじいさんが近いうちに外の世界を見せてくれればいいのになと思います。パーティーさなぎおじいさん、気になるな。気になるお名前。鉛筆、化粧品があるじゃん。あ、そっか、洗面所だからそういうおしゃれ系のものもあるんだな。暗い。あ、ピンクだ、やった。あ、そしてあっちもある。ピンク、赤、ピンクでなんかできるやつだ。ドン、バス。お、緑色。ゴミ箱の中に緑色か。あ、違うよ。あー、高さが足りない。お、電気ある。あ、カップケーキ、美味しそうなんだが。美味しそうなんだが。トイレか。え、どうぞ、ロールパンを3つね。2つしか頼んでないよ。うん、でも我慢できなくて。多すぎるよ、受け取れない。いいの、受け取って、私も嬉しいから。いえ、そんな、優しすぎるよ。ロールパンを持っていかないと顔に押し付けるぞ。我慢できない、そういうこと。あ、違う、そう、青色投げたいんだけどな。青色、あ、切り替えたい。切り替え、あれ、あ、そう、あ、ダメ。ダメなんだな。あ、これ青色じゃない？あ、
違うのか。はい、青いタイニーキンは電気が大好きだ。電源を狙って1匹2匹3匹とどんどん配置していけば長い電線を作ることができる。数が足りないってことかな、つまり。うん、まだ足りないんだろうな。ここは水で、いやー、うんもう全て自分で補っているんだろうな、この人たち。食べ物自分で食べて自分で出してって。あなたはいとこのティミドリーに会いましたよね。あなたと同じようにサンクタールにいたんですよ。どうもカメムシがそこを取っていているようで、少なくとも腹は満たされたでしょうね。カメムシの匂いも美味しくいただいているっていうことかすごい世界だな。よいしょ、ポロン、オッケー。よし、あ、これは火ね。全部につけたらどこかの火がつくんだよな、きっと。よし、ここを登り、この赤色帯に向けて、どっちから行くかな。もう行ける場所が多いね、楽しいね。こんにちは、ジャック。あ、ごめん、カレトのあのちっちゃな銀色の鱗が忘れられない。彼とあのちっちゃな銀色の鱗が忘れられない。彼のことを思うと数百本の爪楊枝で体を刺されている気持ちになるわ。ミロデイ様、私の家族は西洋シミと関わるとろくなことがないと信じて疑わないんです。私の代わりに彼にこのプレゼントを届けてくださいませんか。ああ、ジャックは泳ぎが苦手なんです。だから浮き板をあげようと思って。これで私たちの愛のように沈むことはないわ。オッケー。あー、ちょっと足りんな、まだ。西洋シミは針をいっぱい持って、やっぱハサミ虫かな。ちょっと西洋シミ気になり始めてきたよ。検索です、これは検索タイム。西洋シミとは、西洋シミ、あー、へー、知らなかった。その西洋シミはシミ目、シミア目、シミ科に属する昆虫である。その名前が示すように本来ヨーロッパ原産とされるが、人間や物の移動に伴って世界中に広がった。日本でも人家を中心に生息し、在来種であるヤマトシミよりも多く見られる場合もある。え、知らんやった。これシミ、シミ行動は俊敏で光を避ける性質がある。あ、英語では銀の魚と呼ぶ。あー、シルバーフィッシュ。あ、マイクラにいるやつだ。で、銀の鱗が忘れられないって言ってるのはそういうことか。と呼ぶが、これはその体型や光沢のある鱗をまとった様子、魚が泳ぐような走り方などに由来し、カミウオというのと同じ発想である。カミウオとも言うんだ。一方、種町名のサッカリアナ、サッカリナは砂糖を意味するギリシャ語サッカロンからの命名で、本種が砂糖やでんぷん食品など炭水化物のあるところに住んでいることから名付けられた。この類は昆虫の中でも原始的なグループで3億年前から存在している。知らなかったなぁ。シミ族だって。まあ、見た目、画像の感じだとウナムシっぽい見た目してますね。ウナムシみたいなの。知らなかった。でも日本のヤマトシミもいるらしいです。見たことないな、見たことないな。船虫っぽい。勉強になりましたね。ここはさっき来たところだ。緑、あ、よし、緑はありがたいよ。緑でどんどん進めて上に登っていきたい。こんにちは。
うんころがしと西洋シミが喧嘩することなく一緒に暮らしてる。おかしな巡り合わせだと思わない？片方は世界から隠れるために影に潜んでるのに、もう片方は悪ふざけのためにその世界を遊び場にしてるんだもの。うん、あ、結構暗いところを西洋シミも好むみたいですね。私の体、あ、ごめんね。私の体はあなたの神殿です、アードウィン様。私の愛は私のメッセージです。この平和な世界に豊かな生活に感謝します。まあ、アードウィンは皆さんに崇められているかな、変わらず。ご飯が、ベッドがあって、こんにちは。イロデイン様、事態は想定していたよりちょっとばかり深刻でして、パーティーがなくなれば朝片付けるものもなくなるわけで、朝片付けるものもなくなる、片付けたいのかな。話しに来ていただいてありがとうございます。我々はいろいろな方から気色悪いだの汚いだのと言われていまして、しかし我々の修正上仕方ないことないんです。家をきれいに保つのが仕事ですから。そのこの方たちのおかげで我々は腹を満たせるわけですからね。文句ではありませんよ。あの、もうちょっと静かに遊んでほしいって、静かに汚してほしいっていう話だな。おや、これは失礼、聞こえませんで、アードウィン様にお祈りを捧げていたのです。サンクタードの無神殿はあまり我々の種族には受け入れられていないのですよ。我々独自の方法でこのように個々にお祈りを捧げているのですよ。まあそうね、あそこの感じとはこの人たちは合わないかもしれないね。と、こっち側に飛んできたわけだ。一回戻ろう。一回戻って、ここは、あ、登れるね、もう。よしよし。卵、ベッドの、で、花粉を取って、この下のやつも拾った方がいいかな、先にね。拾って、この裏とかない？うん、オッケー。よしよしよし、中央に戻ってきた。じゃ、ここ登り、で、こっち側よね、見てないのは。あ、なんだよ。あ、オッケーオッケーオッケー。こっち行って、ここのキャンドルもつけて、あ、違うよ。はい、よし、こっち側行って、お、青色、青色ゲット。気分転換にあなたの大好きなマクドガニよ。誰かが見来たみたい。ほら、ああ、ミロデイ、君もマクドガニを食べるかね。ほら、最後の一つだ。これを売ってるレストランはアトリウムの方にあってね。パパ食べないと、家に来た人全員に食事を賄う癖はやめて、みんなちっちゃくなっちゃうよ。そうね。いや、結構です、私は。そうだな、パパはコアが、いや、心が広いんだ。うん、その顔色を伺って生きてるよっていうことだね。怖がりで。イロデイン様、申し訳ないのですが、やっぱりこのマクドガニは返してください。でも、花粉ならご自由にどうぞ。クエストのお手伝いをさせていただきます。メタ発言したな。マクド、これ、うん、ハンバーガーっぽいな。マクドナルドっぽい感じなのかな？オッケー。大丈夫。よしよし。気になさらず美味しく食べてくださいな。あ、ピンク、ありがとう、いらっしゃい。あとはゴミ箱、あ、さっきまで入れなかったところだ。上から入っちゃったね。大丈夫か？オッケー。あ、結構の、あ、よい、結構登れるようになったな。あと、あそこの上までは行ってないんだ。おー、いける。あ、そういう感じで、あ、なるほど、そのものにくっつけるわけじゃないんだ。こうやって、よしよしよし、これでいいんだ。なるほど、電気ついた。あ、ピローン、やったね、花粉登場。で、一回集合、あ、もうここがお気に入りになっちゃったんだ。あー、じゃあ使い切りか、この子も。オッケー、
気をつけないとね、変に使いすぎないように。よし、登っていこう。あー楽しいなこのゲーム。あーずっとやっちゃう。ふん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 、こっち側も気になるが、先にこっち簡単に取れる方行っとこう。うん、赤色帯に金。あ、まあ、アドウィン様って誰なの？そうね、複雑なのよ。本当のところは私たちもわからない。アドウィン様はいつでも私たちのことを見てるのよ。だから感謝しなきゃいけないの。わかったわね。わかんない。サンクタール神殿に行って直接会ってくればいいんじゃない？アドウィン様はご親切なのよ。神殿でお祈りする人も、家でお祈りする人も、部屋でお祈りする人も、全員を救ってくださるの。ああそう、じゃあありがとう、ハードウィン様。みんなに親切にしてくれて。ヘルビム君。ああ、やっぱ子供たちには癒されるな、どこの種族の子にも。よし、あっち側も拾っていこう。ふんふんふん、他に行くところはなさそうだな。よいしょ。お、ここのワインちょっとあんまり飲みたくないな。いや、発酵進むかもしれんな。あっちの上も気になる。お、結構な数集まってきたね。そこにあるぞ。こっち側まだ行ってないんだな。あ、でも最初のところに戻ってきた。どうも。アトリウムにつながるドアは閉ざされていますので、我々の住処から直接出ることはできません。幸い天井の通気口はまだ開いているようで。あ、聞いてなかったこれ。助手のクロロックスがあなた様を待っているはずです。我々フンコロガシは衝突の気結というのはどうにも苦手でして。はーい、仲間を代表してお願い申し上げます。西洋シミとの関係修復にお力を貸してください。お礼に報酬を差し上げます。我々からの感謝の印です。なんかハサミトロフィーみたいなこと言ってたのが多分それだよな。で、あそこ猫トイレだったんだ、知らなかった。え、あっち側取ってない。こっちから行こう。せいせい、やっほー。ミロデイン様、お会いできて光栄です。私めはしがない作業員でして、皆様が新鮮で美味しい水が飲めるようにしています。水といえば、どんぶりで通るときに水を汚したりしてませんよね。大丈夫大丈夫、全然水は触れてもいないから。あ、一瞬触れたか。お、うん、こっち側ん、あれは上から行かないとダメかな、それとも、あ、これでいけそう。よし、うん、やだな。汚そうなところばっかだな。こんなところにスポンジあるの、あるっけ。よいしょ、ありがとうね君たち。こっちはもう行ったでしょ。うんうんうん、どう行こう。あっち側登って、あ、うん、あっち側登ってだな。うん、よっこいしょ。結構音楽がおしゃれだよなこのゲーム。あ、そこ行ってないや。よいしょ、オッケー。あ、やっほー。やっと俺の出番だ。え、何をするんだい。え、ふん転がしのふん、ごめん、壊しちゃう。大きなチャンスがやってきたそうだぞ。タイニー菌は普段は卵の中で眠ってるんです。あなた様が到着してから孵化し始めて、楽しそうにあなた様の後をついて回っていますよ。偉大なる力は大きな責任と共にある。このちっちゃな生き物たちの扱いにはお気をつけくださいね。はーい、もう仲良くやってるから、結構長い間仲良くやってるから大丈夫ですよ。壊させてもらいますね。で、ここら辺ゲットして、もう行って、そい、オッケー、壊し。もう結構上があるな。あそこにあるな、さっき出した花粉が。よし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 。あっち側も気になる。私海鮮、あ、洗面台のところもなんかあるんだ。うん、オッケー、なんか入れるっぽいな。ちょっと待ってよ、先にこっち側探索して、ここから下は特になさそう。
え、ここどこに繋がってるんだい？よいしょ。あー、なんだなんだ。えっ。あ、こんにちは。あー、メールだ。なんと言うべきか、見当もつきません。会話を手短に済ませた方がいいかもしれない。あなたを退屈させてしまうかと思いまして。ごめんね。この子たちは話しかけない方がいいかもしれない。緊張させているぞ、毎回。これ、水すぐ溢れるじゃん、この作り。どうか？ちょっと待って。ここだけなんかずれてるような気がしたけど、そんなことはないね。OK。もう25分だ。トイレは鳴ってて、あ、あそこ、OK。そこを一回、カイコちゃんを。生まれさせる。あ、カイコちゃんじゃなかった。こっち側行って、ここがカイコちゃんだな。えい、よーし、ここは繋がったと。こういうことですね。え、違う。あー、もうずっとやっちゃうぞ。よーし、ここですぐに登ってこられるから、こっち側の赤色の大金、タイニーキンとかも生まれさせて、終わらないといけないんだよ。終わらないといけないんだ、そろそろ。そう、そっちでだよ。うーん、これゲットして、あー、もう結構登れるようになったね。ここも簡単に登れるね。うん、転がし、うん、よし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 。水色、青色取って、内側、うん。一回切りましょう。うん。次回、ここ、もっともっと探索していこう。あ、水流した。大丈夫、誰も巻き込まれてない？ここ押したら水流れるんだ。細かいなぁ。そういうところ今までもあったかもしれないですね。はい、では今回はこれで終わりにします。ご視聴いただきありがとうございました。